はい、どうも、始まりました。毎度おなじみ、ゆうごとっと TV でーす。金魚の餌が見えてるな。しかし、参ったね。外に亀、甲羅干しさせといて、一日外に出して、お店の中に入れ忘れて、次の日の朝見たらもう水槽ごとなくなっていた。亀が誘拐されてしまいました。もう本当に5年くらい育てたのに本当残念なので、もう外に餌も出して、紙に亀盗んだ方餌も一緒にどうぞってちゃんと育ててあげてくださいって書いて今置いてきました。はい、それとですね、やっぱりここでコメントくれるとやっぱりやってる甲斐がありますね。コメントくれた未来さん、ありがとうございます。やっぱり見てくれてる方がいるといいですね。一緒に今日も成長していきましょう。僕のカニ味噌ほどのちっちゃい脳味噌を振り絞ってコメントを返していきたいと思います。カニ味噌ほどの脳味噌に貯蓄しておいた知識を振り絞ってコメントを返していくので、じゃんじゃんいろんな方コメントしてください。まあ、しなくてもいいですけど、まあ、僕もこの初めて読むこの文章を今から読んで、学びながら、インプットしながらアウトプットするみたいなね。で、また見返して、なるほどという感じです。さあ、早速本日のお題を読んでいきましょう。夢への階段を踏み外さないこと、こちらのお題を今から読んでいきます。10代の頃は誰しも一度は大きな夢を思い描きます。若い頃はまだ世間のことを知らないため、壮大な願いを夢見ます。大スターになる、芸能人になって有名になる、大きな会社の社長になる、英語をペラペラと喋り世界的な仕事をしたい。子供の時であるほどこうした夢とは思わず、将来は本当にそうなるものだと本気で考えているものです。私も小学生の頃はエジソンに憧れを抱いていて、発明家になると当時は本気で考えていました。10代の頃は皆革命家なのです。それが高校、大学、社会へと上がるにつれて、壮大な願いを叶えるのは難しいという現実に直面します。大学受験の難しさに挫折したり、社会に出てからのお金のやりくりに限界を感じたり、仕事の忙しさに自分の夢を忘れたりなどです。大人になるにつれて、遠い昔に描いていた夢を忘れてしまった人が数多く存在しているのです。子供は皆元気で生き生きとしているのに、ぐったりとしている大人が多いのは、夢を持っているか持っていないかの違いです。将来に光が感じられれば元気になりやる気も出ますが、夢を諦め捨ててしまった時には目指すものがなくなります。実際に夢を見ることだけであれば努力も力も必要もなく、頭の中で描くだけです。しかしそれを叶えようとするのであれば具体的な行動力が必要です。せっかくの一度だけの人生なのですから、自分の好きなことをしていきたいという自分に正直な道を選ぶことが大切なのです。今日の格言。自分の夢に近づく道を貫く。なるほど。確かに。よく、おっさんとかおばさんとかじいさんとかばあさんとか、まあ若い人にもいるんだけど、よく昔話をいつも、毎回酒の飲んだりとかしてる場とかで語り合ってる時に、絶対いつも毎回同じ昔話で盛り上がったりしますよね。なんで昔話するかって、未来を見てない、夢を持ってないから、だから過去の話題にしか話が出ないんだよって本に書いてあった。確かになるほどなと思いましたね。だから俺も毎回思う、またこの話かよって。まあ盛り上がるんだけど、
過去の話ばっかりで盛り上がるよりやっぱり未来を見つめて、語った方がワクワクすると思うね。やっぱり夢って、これも最近でもないかな、知ったんだけど、もう現実とかけ離れた夢を持つといいらしいんですね。もう本当にじゃないと、なんていうのかな、この夢への距離、ダメだ、これ説明できない、説明できねえや、長くなる。おすすめの本は、トマメチヒデト、エイト、ヒデト、トマメチ先生の本を読むといいでしょう。スコトーマとか、ゲシュタルトとか、ブリーフシステムとか、アファメーションとか、いろいろその言葉を調べてください。きっと役に立ちます。そして夢を語ると絶対に無理だよそんなのというドリームキラー、その人たちに潜在意識に無理だよっていう言葉を聞かされて諦めてしまう、そういう人も多いはず。親の洗脳とかもあるからね。あと周りの仲間とかもそんなの無理に決まってんじゃんとかって絶対に言う、そういう人をドリームキラーと言います。そういう人に耳を傾けないでください。自然とああやっぱ無理かなってなっちゃうので、自分でやりたいことはやる、とりあえず。ちなみにこの俺が今こうやって動画配信してるのも自分が描いてる夢の糧になる一つの道です。はい、長くなりました。ということで次回もお楽しみ。今日も勉強になりました。またね。バイバイ。コメントよろしく。あとチャンネル登録も。